PEGI 12. ストーリーのメインをマリンフォードにしたのは、数多くの能力者、そして覇気使いが一斉に集まるというマリンフォードの舞台が本作に非常に合っていたためです。今回のマリンフォード編のカットシーンに関してなのですが、まあ、全体で大体50くらいあります。でマリンフォード編に集中していますので、まあ、これまでのゲームでなかったような細かいシーンであったり、まあ、少し珍しいシーンとかも再現してたりします。で、まあ、基本的には原作の流れに沿って、まあ、少しゲームに合わせて流れを変えているところもありますが、基本的には原作通りの流れとなっております。ストーリーモードでルフィ、白ひげ、赤犬、エースにフォーカスした理由としましては、当時覇気を持っていなかった主人公であるルフィと覇気を持っている白ひげ、ロギア能力と覇気を持っている赤犬、そしてロギアを持っているエースと、このゲームの特色を一番活かせる4人だと思ったからです。ストーリーモードの内容に関してなんですけども、初めはルフィ編、マリンフォードのルフィ編をプレイしていただくことになります。その後、白ひげ編、赤い犬編、エース編とどんどん解放されていきます。まあもちろんどんどん難易度の方は難しくなっていくんですけども、キャラクターが、まあ、ずっとルフィだったのが白ひげ赤犬、まあ、キャラクター自体強いキャラクターを操作することになるので、難易度の方は上がりますけども、まあ、自分が強いキャラを使った感っていうのはまた別に出てくるのかなと思います。カットシーンを作成するにあたりまして、まず東映アニメーションさんにこちらの作ったモデルの、まあ、確認などしていただいて、まあ、細かい装飾のデザインであったり表情であったりキャラクター全般的な、チェックをしていただいて、で資料等もいただいて、まあ、アニメでも、まあ、まだ出ていないような資料とかも参考にいただいたりしました。で小田先生も、まあ、お忙しい中時間をいただいてこちらの作ったゲームの映像を見ていただく機会がありました。ストーリーとフリーバトルの違いに関してなんですけども、ストーリーモードの場合、プレイヤーが使うキャラクターっていうのは決められていまして、まあ、ルフィ編であれば、まあ、ルフィだけではないんですけども、ストーリーに沿ったキャラクターを使うことになります。ストーリーモードの4人で体験できるゲームプレイの差としては、ルフィ編は原作さながらに強敵の中でなんとか戦っていくというギリギリの戦いを楽しめます。バトル中何かしらの条件を、満たした場合は、キャラクター同士が掛け合いというか喋るセリフが決まっていまして、バトル中に原作のセリフが進行していって、バトルを盛り上げるといった、ストーリーモードにしかない、ボイスが流れます。白ひげ編は白ひげとその個性豊かな隊長たちで、ルフィでは逃げ回るしかできなかった相手に対しても対等に戦うことができるようになります。赤犬編はその圧倒的なマグマグの力を使って敵をなぎ倒していく爽快感を味わえます。そしてエース編では時系列が違うエースのサブストーリーが楽しめます。4つのストーリーの中で自分が選ぶとするとやはりルフィ編でしょうか。さまざまな強敵との戦いをなんとかしのぐというのがメインのルフィ編ですが、その強敵を倒すことによってエクストラチャプターが開いたりといろいろなギミックが入っております。今回ゲームに携わって一番満足できたのは、さまざまなキャラクターたくさんの個性があるんですけども、それらの個性を、いろんなキャラクターに盛り込めたことが満足しています。